じゃあ藤井さん、お願いします。はい、こちらはどんなモデルなんでしょうか。これはプルミエールっていう一番最初に出た車の1台ですね。はい。で、まあ一応僕がアルピンのコンセプトカーであるビジョンっていう車の、についていたサイドミラーを、同じような形で再現して、はい、でこれに、それぞれにモニターをつけてですね、後ろの視認性を良くするで、まあ試作で作ったもの、はい、あとはここにグリルを作ったり、グリル、はい、メッシュのグリルを作ったり、確かに向こうはね、直線の、はい、昔の110と同じような位置に、ドライビングランプとトフグランプを仕込んだ、本当だ、そういう形でいろいろ手を入れてます。それからこっち側のかな、これは、はい、僕がオリジナルで作っている烈海鍛造っていう方式で、去年まで F1 で採用されていたメーカーとの、はい、で作られた鍛造のアルミのホイールですね。え、これオリジナルで作ったんですか。です、ね、これ富士スペシャル一応 す、はい、すごいな、かっこいいですよね。2台前のメガーヌにもこれと同じデザインを採用して、本当に少数ですよ作ったんですけど、なるほど、それのデザインを踏襲して110用に全部サイズを変えたということですね。ちょっとじゃあ後ろの方に、はい、リアのガラスが、はい、カーボンとポリカーボネートに変えられてます、はい、これで、9.5 から4キロか、だから 5.5 キロ、軽くなってます。だってもともとでもこの A1 点って軽量、軽い車ですよね。軽い車なんですけど、腰の上でしかもエンジンの後ろを軽くするとやっぱりハンドリングにかなり好影響を与えるので、はい、重心の低下もあるし、重いものをなるべく下に持ってきたいということであれば、上にあるものをなるべく軽くするっていうのもやっぱり一つの方法なので、それでちょっと作ってみたんですね。なるほど。あとはちょっと細かすぎますけど、はい、いえいえ、タイヤ自体のバランスを取るというやり方、はい、ホイールバランスではなくてタイヤバランスを取るっていうやり方で、10グラムのウェイトをいろんなところに、ホイールのいろんなところにつけてる。どこにありますか、見えますか、こっから見ると、この下とかね、ちょっと光って見えるんですけど、はい、あれが、はい、これを、ホイールのいろんなところに点在させて、はいはい、それが4箇所、そうですね、だからそれが天動体理論とかっていう、僕はよく分かってないけど、ブリヂストンのエンジニアの方が、取ったパテントでお元にしてバランスを取ってるんですね。これで結構乗り味が非常になんとかな滑らかになるんですよね。だから110らしい走りがより、実現できるということでこんなことをやってます。すごい、実はこだわり満点なわけですね。あとはまあちょっと怒られちゃうんで、はい、ミラーみたいな形は、これってビジョンっていうコンセプトカーの、これもやっぱり違いますよね。だって通常のサイドミラーだし、今ドアを閉めます。そうすると、はい、ちょっと置いてもらうと、はい、私が映ってますというふうに、これデジタルミラーになってるわけですね。さっきすごい景色が映ってたじゃないですか、うん、夕日みたいな。これはデフォルト の、 なるほど、そうなんですね。でもここがポイントです。はい、ありがとうございます。このシートとかは、これは特にオリジナル、プルミエールとピュアにオリジナルのシートです、うんうんうん、こちらはなんと富士山号です。あれ、この位置って一緒かな。一緒一緒、そっか、これは一緒で、全て一緒で、こ違うのがここ、はい、これ後で皆さんに ね、はい、ご覧いただきたいんですけども、サイドミラーが電子ミラーになっているっていうところと、あと、あ、そっか、リクライニングがね、7位、これはバケットシートなので、はい、うんうん、ここが違うんですね、はい、ってことはステアリングの位置を変えて調整するってことですね。はい、はい、OK です。じゃあドライブに入れて、これ前大丈夫かな、はい、今マニュアルモードです、いいですね、はい、お、マニュアルモード、オートマモードにします。これ長押しでしたっけ？違う、1回押す3目に変わる。今は
今はマニュアルモードになってるかな、うん、これでドライブモードです。なんかこのウィンカーの音もちょっとこう平和な音ですよね。まあそうね結構低めの音ですね、うん、これはね、うん、まあ少し距離が出てるので、うん、マフラーの向きが良くなってるかもしれないです。あ、なるほど。で、まあ、この車はさっきの GT に比べると、うん、多分40キロぐらい軽いかな。あ、これは軽量化をしてるのでね。なるほど。特に軽量化をいろいろしてるので、まあ、40キロっていうと、まあ、軽めの女性1人分ぐらいですよ ね、うん、私が痩せてた時ぐらいです。あ、それよくわかんないけど違う、40キロね。うん、そうです。持ったことがないんだよも含めて全部昔のオリジナルの110をかなり意識してるんですよ。それでこの車のシルエットに昔のシルエットを入れるとぴったり中にこうかぶさるような形にできていて、やっぱりオリジナルをそういう意味でも尊重していて、まあ911のナローと今の911の比較に、まあ、ちょうど近い。どうしても現代の車っていうのはホイールベースも長くなって、まあ、衝突安全のこともあるけど、はい、もう一つはトレッドでコーナリングのスピードも変わって決まっちゃうので、うん、どうしてもトレッドがもう広くなってるんですよね、うん、それはもうしょうがなくて今の車ってどんどん大きくなってるじゃないですか。大きくなってるからね。そうするとかなりこうコンパクトに感じますよね。そう、この車はその中でも、うん、その大きくなったとはいえやっぱりその小ささは際立ってますよね。うん、なんかこの車に乗ると新鮮な気持ちになります。乗った瞬間にやっぱり他のスポーツカーとも違うし、うん、でなんか世界観もドアを開けた瞬間にその耳からもそうですし、うん、視覚もそうですし、こう入ってくるものがやっぱこう独特な世界観ですよね。うん、小さくて軽い、まあ、簡単に言ってしまうとそれその一言で、小さくて軽く作ることでいろんなその、まあ、動力性能が低くても軽快さがそれを補うとか、うん、そういうことで、まあ、やっぱりね、小さい車って知恵が詰まってますよね、うん、いろんな制約がある中で作っていくわけなので、軽くて小さいって正義ですよね。そうなんですよねやっぱりそこが実は一番楽しいっていうのは分かってるわけじゃないですか、うん、もう大排気量とかもう大きなパワーを使ってブーム回すのもすごくそれはそれでいいと思うんですけども、うん、軽くてなんかこう誰でも扱えそうな感じ、うん、でこう本当にこう軽やかにっていうところはそれはそれでなんかこう扱ってる感が、うん、なんかこう自分の手の中で扱える感じがしてすごく楽しいなとみんな思うんだろうなと思います、うん、もう走りの楽しさの原点というか今はねやっぱり、うん、まあ、電子デバイスの塊になってしまってて、うん、でそれはそれで技術の進歩ではあるんだけど、うん、この技術の進歩はあんまり見せない技術の進歩っていうのもあるんで、うん、それはこの車なんかにその軽く小さく作ることに、うん、そのより知恵を働かせたっていう意味では、うん、やっぱりこれもすごい技術なんですよね。うん、そうですよね。だってちょっとしたところにすごいお金をかけてる、うん、ものすごくね、足回りであるとかね、うん、シャーシーだとかに関してはすごくお金をかけてるし、例えばこのちょっとね、さっきも雑然で話したけどフロントガラスとかね、そのサイドガラス、うん、それ初めて聞きました。 3.3 ミリとか3ミリっていう厚さのガラスを使っていて、それは結局、まあ、リスクもあるわけですよね、うん、石羽で傷がつきやすいとかね、そういうリスクはあるんだけど、そのガラスの薄さっていうのはものすごく重量に効くし、ましてや腰から上の部分っていうか、まあ、一番上についているものが
ね軽量化できるんであればものすごく違うわけですよね。そうですよね。そういったもう軽量化って一箇所だけじゃダメじゃないですか、うん、もういろんなところを複合して結果的にこのぐらい減りましたっていうことがね、うん、達成されるわけで、そこまでには涙ぐましい努力があってこそですよね。本当にこう最先端の技術とかを使って軽量化させるっていう、昔、ね、まあアルピーヌの話ではないんだけど、うん、BMW のオフロードバイクで、うん、その新型を出す時に20キロ軽くするっていう命題が与えられた時に、はい、あの設計者全員に20キロのこういう重りをが渡されて、それを持ったら20キロ感じられるようにするんだけど、その重りをいつも持ってこんだけ軽くするんだこんだけ軽くするんだって毎日言いながらやるんだぞって言われて軽量化を達成したっていう話があるんだけど、あのよくわかる話で、エンジニアってそういう命題の与えられ方ってすごくこう、うん、なんていうかね、燃えるなるほど。そういう、こう足かせがあればあるほど、 その制約があればあるほど頑張れるわけですね。特になんか日本人っぽい、それ日本人はね特にそうです、ね、日本人は命題を与えられた時に答えを出すのが非常に、うん、得意だけど、全く白紙の状態で何かアイデア出せっていうと、うーんっていうパターンが、それはまあ日本の教育がねそうなってるからなんだけど、わかります。なんかそれねって言ってる間にちょっと加速してみました。今スポーツモードにしてみたんですけれども、なんかねこの耳から入ってくるサウンドも割とそのこのコンパクトなボディサイズ、ボディスタイルからするとちょっと想像ができないぐらい割と低音の渋い音です、ね、実を言うとこのサウンドはこの背中に、うん、僕らの背中にあるところでちょっと作ってるんですよね、はい、あそうなんです、うん、そっか、だからちょっと音が違う感じがするわけですね、うん、そうなんです、うんうん、あ大丈夫ですか、どうぞ。大丈夫です。そうでしたか。これ音ってこう耳が車の運転ってやっぱり五感ですると思うんですよ、うん、そうすると何か一つかけてもちょっとこう物足りないというか、うん、そういう思いを持ってしまうと思うんですけれども、うん、耳からのそのスポーティーさ、それもでも考え尽くされてるんでしょうね、うん、きっとどのぐらいの周波数とか、これは特に、うん、あの昔の OHV のエンジンの音を踏襲したりとかいろいろやっていて、ええ、でまあ実を言うと僕この車でそういうものいらないんで、うん、外してんだよねって言ったら、うん、そこの後ろのところは外して、うん、紙でも詰めてくれってアルピーヌエンジニアに言われたんだけど、そうすれば消えるから、うんうん、生の音しか聞こえなくなるから、うん、だから今はねそういうものを一概に悪いとは言えないので、うん、そうなんです。なんかこれパンクしてませんか？ん？あ、違う、それはエアプレッシャーの、あの僕のはエアのセンサーがついてるんだけど、それ外したタイヤをつけてるの今なるほど、それでですね、あびっくりした、なんか空気がどっか抜けてるのかと思ってます。いや違う、タイヤセンサーがこれついてるタイプの車なので、これあの日本仕様にはないんだけど、うん、僕のはちょっとついてるんで、で足が一緒なの で、うん、であとレブンまで回さなかったんで、うん、その車自体の個体差は大きくは感じなかったけど、うん、やっぱり4年の歳月ですよ、うん、やっぱり細かいところで全部の立て付けが良くなってる、うん、まあ、一言で言っちゃうと立て付けが良くなっていて、うん、進化してる、うん、いろんなところの結合部分だとか収納部分だとかの、うん、付け方が、装着の仕方がよりきちっとできる、ブワブワなところが全然なくなってる、そんな感じですかね。やっぱりこうネガティブな部分を、まあどんどん潰して、まあこればっかりはね、さっきもお話ししたんだけど、実際に市販していっていろんなデータを取りながらじゃないとできないところがあるから、まあ、そういうとこですよね。すごいこうちっちゃい段差とかの乗り越えとかも、うん、そんなに違和感ない。あそこ右ですね。はい。なんか新型の方がやっぱりちょっと柔らかい感じが、当たりが、
ればするほどサスペンション相対的に硬くなるんですよ。あ、なるほど。なので向こうは重量で、まあ、抑えてその、うん、その突起を抑えるっていうことがあるので、これは軽くなればそれだけそこはデメリットになる。その落ち着きがなかったり跳ねやすくなったりってことは出てくる。あのこのちょっとした段差を越えた瞬間のちょっとこう軽さみたいなのは感じます。そう、うん、そういうことで、あとはやっぱり初期型なんでちょっとハーシュネスが悪い。正確ですよね。割と正確ですよ。人間のセンサー、あの人間の感覚っていうのはかなり、ね、そのちょっとしたことでも逆に違いがあればあるほど分かるけど、うん、違いがないと分からないっていう、うん、でもちょっとした違いもやっぱこう瞬間的に分かりますもんね。でもその割にこの収まりは早いですね。うん、あのすごいよくできてるんですよ。はい、乗り越えた瞬間ちょっとふわっ、まあ、ちょっと軽めかなと思ったんですけど、割とこの路面に吸い付く感じっていうか、ね、密着してる感じは、すごく路面の悪いところなんで、ね、私はすごくよく感じるところなんですよ。田舎道なんで舗装が良くないんですよね。だからでそういうところだからこそなおさらこの車の良さもまあ際立ってくるんですよね。まあ、ずっと最近ちょっと忙しくて乗ってないけど、うん、まあ、この辺よく走ってましたね。うん、ここは 夜は鹿さえ気をつければ、まあ、鹿が出てくる。鹿が出てくる。そうか、それはちょっと嫌ですね。去年、うん、鹿にぶつかった車が僕の方に突っ込んできたことがあった。そんなことが普通にある、うん、夜はね、危ないですね、やっぱりね。雨すごかったじゃないですか、来るとき、うんうん、だからちょっと心配だったんですけど、でも晴れましたね。晴れましたね。で、これでいい絵撮れますよ。この後夕日が出てくるといい絵が撮れますよ。いい写真、沖取りはすごくいいのが撮れると。すごいです、このサイドのルームミラー、デジタルミラーになっています。